最高で最強、日向坂46東村名、チャイナ風お団子ヘア×ミニワンピショットに反響、眼福がすぎる。11月5日、日向坂46の東村名がインスタグラムを更新した。東村は、自身のインスタグラムアカウントにて、大阪リアルミーグリありがとうございましたとコメントすると、チャイナドレス風のミニワンピースを着用し、両サイドの髪をお団子にセットした姿でピースをする写真や、色違いのワンピースを着用した4期生の石塚玉木と仲良くダンスをする動画などを公開した。この投稿に対し、SNS 上のファンからは、チャイナ可愛すぎる、最高で最強、眼福がすぎる、可愛いの天才などの反響が寄せられていた。日向坂46の人気メンバーとして活躍している東村は、9月18日にリリースされた 12th シングル、絶対的第6巻での活動をもって、グループから卒業することが発表されている。